大井城は、長野県佐久市岩村田にあった、日本の城。長野県指定史跡。品の守護大も務めた大石の居城。別名は、岩村田館。大井城は、佐久市岩村田の東北部に、湯川の断崖に沿って、北から石波城、王城、黒岩城の三城からなり、聖は源寺小笠原町、清市の七男、聖は源寺小笠原流大石の祖、大井ともみが、 大磯寺島としてこの地に今日構えて、以来、文明16年に落城するまで、作軍東北部を中心に勢力を振るった、大磯家の本拠地であった。公安2年、二代城主、大井三永は創建した、大磯落合の新禅工事に、大旦那として、盆昇を寄進した。また、一辺認人絵ンに描かれた、大井太郎の館が、どの辺りにあったのかは定かでない。 県武二年中仙台の乱が起こり、後代醐天皇に反旗を翻した足利方についた四代、上主大井長行は、東山道を鎌倉に向けて進む、朝廷軍一万両、作軍で迎え撃ったが、文書等、奮戦数日の後、ついに落城した。その後、大井城は復旧し、五代上主、大井三長は、品野国主五代を務めた。 その子の六代城主大井光のは大江七年の大東合戦で守護、小笠原長秀と国人衆の仲介をして敗走する小笠原長秀を救った。次の七代城主大井持光の第二は大石前世紀となり、繁栄期の大井城下は、大江年中、大江越前守る、関東管令、足利持有事項に仕えて武功三軍に出たり、従って、 大井の城も盛大なり、民家六千軒、公益四達し、にぎわい国府にまされり、新興寺、竜雲寺、その他の寺社が立ち並んでいた。餅光時代の所領は六万貫と言われ、友の氏餅月氏等の領地を除く北作軍のほとんどを領し上州、武州にも所領を有し、京都三近には戦旗を率いたと言われる。影響十年に影響の乱が起こり、 大井持光は、足利持氏の維持長年用丸を、安原の安養寺に庇護した。次の八代城主、大井正光の第には、文明四年に海に侵攻、文明九年には、海の勢が策に侵攻したが、これを打ち破っている。次の九代城主、大井正友は、文明十一年に、策軍の友の使との戦いに大敗し、大井正友は、生け取りとなり、 大石執事愛騎士が討ち死にする。弟の十代上司大井安坊丸に代替わりした文明十六年、な羽西品両軍から小さ型軍に勢力のあった村上正明が大軍を率いて策に攻め込み、大井城は焼け落ち、岩村田城下は一挙に怪人に返した。上司大井安坊丸は小諸に逃れ、大井友光が、 大井城に居城してからおよそ264年、城は落ち岩村田大井宗家もここに滅亡した。大井宗家は滅びたが、岩尾、耳鳥、足田、愛木などの一門、家臣の所領は存続して、大井城主には長久保大井氏の大井原形が継いだ。天文十二年、岩村田城主、大井貞高は、甲斐の武田信玄に攻略され、長久保城に追われた。天正十年、 武田氏が滅亡すると、岩村田城氏大井が拓助は、徳川家康騎下の与田の武に下り、城を明け渡した。大井城の遺構は、原文年間に書かれた、四、隣谷部に記述があるが、現在は、ほとんど見るべきものが残っていない。主格部は、王城公園となり、県天然記念物の大ケアがある。ありがとうございます。